次の曲もね、うん、1972年レコード大賞受賞の曲なんですよ。そうですね、レコ大の曲ですね。はい、なんか9月発売でだとレコ大難しいんですって。お、ピンポピンポピンポー。そうなんです、今ね曲を当てていただいたんですけれども、え、あ、そうそうそう、瀬戸の花嫁が有力だったんですよね。あ、そうなんだ。そうなんです、それで、あの喝采が取ったんですよ。あ、そうなの、うん、追い上げたんだね。そう、あの時代のねレコ大っていうのはあれですよね、そのもうほんと真剣に社運をかけて、あの受賞の時コロンビアレコードのとかってお偉いさんとかもステージに会えねえ、そう、これ後ろにすっごい、だから全然今と違うの。今あるの？もうそうね、あんまり、でもレコ大全然見てないけど、あれですよね、あれ今年去年新人でね、あの心ちゃんが今年かなあ、うん、そうか、新人じゃなくなっちゃうのかな、あの梅谷心ちゃん、うん、博士ちゃんで有名な昭和の歌が大好きな女の子を追っかけてる方なるほど、ね、を追っかけてる方そうそう、でレコ大新人賞じゃないかっていう、ね、なるほどねまあ若いからこれから将来がねもういっぱいありますよね。この曲なんか思い出あるんですか？喝采の話ですね。ごめんね、ちゃんとね、元に戻していただいてありがとうございます千秋直美さんは私もすごい、ね、尊敬する歌手で、はい、そうですよね、まあ、憑依型歌手ということでね、うん、もう、うん、千秋直美さんの曲を聴いてるともうね、そのストーリーがこう目に浮かぶようなね、素晴らしい、見えてくるっていうね。そうだからまあね、本当に若い人たちにも聴いていただきたいですよね、うん、千秋直美さんの本当の歌声をなかなか聞く機会がね、今ね、うん、YouTube で見てください。 YouTube でね、うん、ミンクチャンネルでも歌ってますか、それ宣伝ありがとうございます今日はね、あのだから私初めてですよ、生演奏で歌うの。あ、そうなんだ。喝采は生演奏バージョンで、はい、そうなんですよね。ありがとうございます。それではね、千秋直美さんの1972年発売の曲喝采、お願いします。Thank you.
忘れてた暗い待合室話す人もない私の耳に私の歌が通り過ぎてゆくいつのように幕が開く降り注ぐライトのその中それでも聞きいただきました。すごいですね、あのレレ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 っていうやつ、レレレレレレってちょっと私見れなかったんですけど、後でアーカイブでどうでした、なんかどうやってやってたんですかね、ピックはテレレレレってやってたのかな、すごかったね、見たかった、トレモロ奏法ですね、すごい、たまちゃんギターうまいよね、うまいっすね、うまいよね、大好き、進行表進行表いりますか、次は